なので、まあ、2週間休んだった理由が、はい、まあ、なんだ結局は2週間酒飲んでました。もう朝起きて飲んで、朝何時から、大体6時5時にはもうやめたら、禁酒したらやめる、手2日過ぎる、3日目は飲みたいですね。何をやっとんのお前、2週間前出てないらしいじゃん仕事。そうですね。何や、精神病か。ちょっと精神病に入ってますね。何、もうちょっと休みたいんか。休みたいならちゃんと言っとこうよ。いや、やめたいんか。やめたくはないです。休みたい、仕事がないのか。それもありますね。はじゃあそれもありますねじゃなくて、先かっくらってお前寝とるだけだろお前。おばあちゃんの晩ご飯作った後俺んち門限11時、3ヶ月間アルコール抜いたるわ俺は。お前の体がきれいに飲んどって、なんか陰に入ってくるんだろう、飲みすぎて。はい。は、俺はカウンセラーじゃないんで優しい言葉はないけど、なんとかしろ。それだけだ。はい、大丈夫か。でも大丈夫っす一応。あ、何やっとんの毎日、ずっと家飲むの。はい、酒飲んで。はい、どうだお前は。お前俺2日前ぐらいに電話しただろ。はい、で無視しちゃったよな。無視したよなこの俺の電話を。はい。気づいとって気づかんふりしたよな。はい、だよなやっぱり。はい、どうなん、今から行くわとりあえず一回。いや、いいです、いいです、いいですよね。いいですと家ですがお前かぶっとるけど、ヒップホッパーのお前、いいです、家です。もうやめろお前お酒を。よし、少々皆さん、はい、何って今日カメラ回してるんですけど、はい、何と何日休んだの。2週間ぐらいです。2週間ですよ今ちょっとこの状態がちょっとね寒いもんで、じゃあ朝すぐだもんで、ね、確かにそうですね。会社がちょっと寒そうな格好しようで、なので、まあ、2週間休んだった理由が、はい、まあ、なんだ結局は。2週間酒飲んでました。もうちょっとなんか、なんかめっちゃ叩かれる言い方し、酒飲んでました。あれ最初はあれだろ、まあ、現場の工程が薄いもんで。違う、最初から酒は俺とだって一緒に飲みに行ったじゃん、俺と山口翔河合君と4人で飲みに行ったから居酒屋に。あの後で寝てるんじゃないですか。面倒くさいとかになるのか、人に会いたくないってなるのか。俺もそういう日あるの、俺は酒飲まないのになるんだけど、なんか人とずっと喋り疲れてコンビニの店員も会いたくないのかな。じゃあ家におると。最初からもうない酒飲みすぎて休むのか。暇ってのもあってここでスカスカだよ俺でとか言ってた。ああ最初はこんな感じです。そうだ、だんだん、ね、さ家でずっと飲んでるうちにおかしくなってたのか。そうですね。どうおかしくなってくるの、人に会いたくないなみたいな。そこまではないんです。どうなって、コンビニの店員ともいないみたいな。いや仕事がめんどくさいなとか。そうですね、正直な仕事が薄いもんで、なんか人に会いたくないとかね。でも電話出るんだろう、変わってるの。酒飲んだ時は出ないんです。なんで、でもグデーってしたもん、飲んで。そうですね、一日飲むの。もう朝起きて飲んで。朝何時から。大体6時、5時にはもう起きてる。起きてました、ね、飲んで。で、その飲んで早い、6時、5時10時ぐらいに一回潰れて眠くなって、潰れて、あで寝て、うん、でまた起きて飲んで、何時に切るぐらいに起きて、そうですね、1、2時間で起きて、でまた飲んで、あ、何飲んだの、缶ビールとか、あっちは中華です、缶、あ、一番金ないだろ、ストロングとかチケとか、やばくない、やばい、ストロングとかチタロス、氷結です、氷結、何パーセントあるんですか、5%。瓶のやつ、シュルッと薄めれるやつ、氷入れて、氷とか作れるの、氷作れますね。なんか氷作るさ、いや、あるの飲むのがいいじゃん。作るのめんどくさくなっちゃうじゃん、飲んでたら。だけど、それで自分で考えてからんと、うん、飲んだら、宅飲みってます、量じゃん。量減らしても今20本ぐらいってことしたら1日ちょっとワンケースやっけ、お前。そう死ぬぞ、マジで。勘違いしてほしくないんですけど、仕事はめちゃめちゃできるし、すごい責任者なんであれだけど、まあ、全部段取りの話もそうですね、応援とかも全部連絡だけ入れるから前日に
応援とか段取りだけでもして朝一応起きてチェックする。あ、そうですね。時間にそこから入る。どうやって、で減らしてみて、どうやって減らすの。徐々に、徐々に減らせるわけねえよ、多分。仕事しだしたら、多分減らしていける。夜はダメだろ、でも。でも夜はそんな飲まないの。なんで。時間がちょっとしかない。結構あるでしょ。7時間でも20本とか飲まないの。10本ぐらいだろ。10本も飲まないです。3本ぐらいだろ、1日行ってないの。6本ぐらい。家で飲むって習慣を取ったらいいじゃん。酒やめろよ、お前。酒だけでお前人生壊しそうだ。酒でみんな失敗しちゃうっていっぱいいるんだよ。やめたら、禁酒したら。休む前は1日空けたりとか、2日空けたりとか最近しとって。逆に平日やめたら、全部。やめれて2日過ぎる。3日目は飲みたいですね。みんな知ってるって、そんなことは。毎日飲んだやつで、3日目は、そう誰もまたよ、お前。酒なんて楽しみでも何もないし。3時間ぐらいしか寝れんくないです。それ、もう、あれ中途だぞ。もう若いうちにやめたら、だんだん50、60歳ってことも、風呂も入らなくなって、いや、酒にせえへんみたいな。あいつも相当負担かけてるから、現場行くと。出ないですご飯も。そうですね。もうちょっとなんかつまんでみたいな。ゼリーとかしか。体壊して。そういうのしか流行んだろ。なんかもう食欲がないですね。お前どうすんだお前。ほんとだけ。お前だけやろほんと。お前そんな飲んでどうすんのお前。何やりたいのお前。クリエイティブになりたいの。おかしいだろ。ゼリー食塩まで飲んだらお前お酒作っとるんじゃない。アルコール入れてゼリー入れてお酒になりたいの。シャンパンでも作っとるんじゃない。酒入れて体の中で、体の中でシャンパンでも作っとるんじゃない。ゼリー入れてお前取っちゃうかお前。そらかんだろ。やめたいとは思わない。思わないです。減らしたいと思ってます。でも酔って寝る癖をやめた方がいいんちゃう。どうするのよ。私こんな納得する形じゃないとちょっとカメラ止めれません。カメラは止めれませんよ、ね、先生。どうするだマジで。減らしていくしか、減らしていくしか。気持ち悪い。嬉しそう、騙されて。大事。はい。どうするかだよな。納得する形にしたいな。さすがにお前も体が壊れるわ。体と人生楽しいもん。参考？何だ？何だろう。発酵食。体の人生は楽しいよ。でも、もうそうなってから体が健康じゃない。面白くないな。本当になったからそうじゃん。体は一回壊れたらもう分かるってあるな。肝臓にいいもの変えよう。肝臓にいいものあるだろ。玄米食ってめちゃくちゃ体調良くなる。あ、玄米も食えました。玄米食って買って置いてある。どこで買ったの。アクソネ薬局で。栄養が全然違うんだろ。肝臓に薬局普通にだけにしよう。牛だとちょっと偉いんだろ。硬いんだろ。ゴブだと普通に玄米だけってあるようなことなんで、やったらもう全然普通の米みたいな。全然変わらない。美味しいし。視聴者皆さん、はい、一回は放流するわ。一回はチャンス与えろな。はい、山口くんのある中物語続くかも。50まで追いかけて続きます。50までこれ1で50で死ぬわ。あ、それが50歳でってこと。50歳で死ぬ。毎日追いかけてくるって。お花の代わりに押さえておいてある。嫌だ。もう俺死んで天国になったらもう体幽霊で半透明なので、どんだけ飲んでも大丈夫だろうって言って、いやっと好きなだけ飲めるなって言って。誰にも止められずにね。本当そうなっちゃう。大事にしろよ。はい、終わります。はい。足場の買い取り、はい、もうちょっとこの話の後に足場の買い取りの話してもらうんですけど、足場の買い取りとあとゴルフが日程が3月19日日曜日、鈴鹿カントリーでやろうかなと思ってますけど、まあ聞いてみて。で、そういうののなんか連絡とか、いろんな飲み会とか、ああいうのイベントが決まった時に、うん、何月何日にこういうのやります、参加されますかっていう、そうそうそう、はいかいいえかっていうメールを送りたいので、案内を送れるように
登録してくれたらいいなっていうの。何集めたの？今55人ぐらい、まあ、ほとんど男性ですけど女性 9.5 割男性ですけど、女性登録してほしいな、まあ、女性もちらほら職人とお見合いパーティーがあるかもしれない。それ YouTube のネタになったかもしれない。そうですね、そんな感じでちょっと登録してほしいな。そうですね、岡部さん筆頭に職人の、はい、岡部さん筆頭に職人お見合いパーティーがあるかもしれない。そうだ、岡部と結婚するさせる、それ岡部さんのお見合いパーティー、何人じゃん結婚だから、岡部さん筆頭に塗り替え道場、うん、じゃあ山口さんとかもそうです、うん、結婚してメンバープラスが、うん、あの塗り替え道場じゃない方の応募してくれた男性の、うん、独身の方と一般女性、それこそこいついい男だから、仕事はしっかりやるし酒だけだもんな、まあ、でもその楽しみがない、酒が楽しみになった時は別に彼女できたら酒やめれるかもしれないし、ね、そうそう、それが楽しみなんだ、ね、そうそうそう、で奥さんがご飯とか作ってくれたらいいわけじゃん、別に酒飲む、ね、一回会ってみたいっていう人もちょっと募集しようぜ。そうですね、まあ、バツイチ歓迎だろって言うんで、バツイチ小文字大歓迎、大歓迎、バツイチ小文字の方がいいぞマジで思う。一回結婚したいだって、まあ、お互いに悪くてやっぱり離婚したいやつだから絶対に、だからいろんなことを学ぶよね、どっちも悪いからやっぱ絶対に最初は相手が悪いってなるじゃん、考えた時って、まあ、よくよく考えたら、まあ、そうこういう風になった俺も悪いだろうなとか私も悪いだろうなってなるから、バツイチだけじゃなくいろんな方大歓迎って感じで、そうそうそう、バツイチとかそれ俺もちょっと希望してるでしょ、俺も参加して俺もいけるかもしれんってことでしょ、もう優しいぞ多分俺と山口のねバツイチ俺っていう感じで、ね、ついてるけど、一応聞いたらもう行くわあこいついいなって、でも山口さんなんかもうどうでもいいって自分が楽しんでるかもしれんその場で、まあ、結婚はもうある、ないです、それでいかんだろうな、はい、また見てねー。